こんにちは、一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。最近は新型コロナウイルス感染拡大の影響なのか、私のお客様では全て自己資金で建てるっていうお客様が増えてきました。とは言っても住宅は高額な金額なために、住宅ローンを利用して住宅を取得するっていう方も多いです。住宅ローンを利用する際にできるだけ多い頭金を用意して、借入金額を少なくしたいとか借入期間を短くしたいと考えていらっしゃる方と、逆に頭金はゼロでできるだけ長い期間多い金額を利用したいという方も多いです。また頭金ありとなしで迷っていらっしゃる方も結構いらっしゃいます。実際私からのアドバイスとしても、頭金ありのメリットデメリットと頭金なしのメリットデメリットがあるので、それぞれお客様によって頭金ありの方が向いている方と頭金なしの方が向いている方にも分かれます。今回は住宅を購入する際に頭金ありとなしのメリットデメリットや向いている人向いてない人について深掘りしていきます。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まいづくりにお役に立つような情報、これからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは住宅を取得する際の頭金について深掘りしていきます。この動画の中でいう頭金とは、住宅を取得するのにかかった総額に対して住宅ローン以外の自己資金を頭金と呼んでいます。例えば3000万円総額でかかったとしたら、2700万円住宅ローンを利用した場合は300万円が自己資金で頭金ということになります。3000万円の総額に対して頭金が300万円だとしたら、自己資金比率は 10% ということになります。まずは最近のデータから自己資金の割合について見ていきましょう。ご紹介するデータとしては、国土交通省令和元年度住宅市場動向調査報告書からご紹介します。新築注文住宅は頭金の割合は 27.2% で、分譲戸建て住宅は 26.5%、 分譲マンションは 39.4%、中古戸建て住宅は 39.1%、 中古マンションは 43.5% と結構頭金の割合が多いです。ただこのデータは頭金がゼロから完全に全て現金の方まで計算されているので、実際は頭金がゼロの方も多くいらっしゃると思います。同じ国土交通省のデータを見ると、住宅ローンを利用した方は注文住宅だと76%、 分譲戸建て住宅だと 69.3%、 分譲マンションだと 61.7%、 中古戸建て住宅だと 48.4%、 中古マンションだと 49.4% の方が住宅ローンを利用しています。注文戸建て住宅だと4分の3の方は住宅ローンを利用しているというふうに言えると思います。先ほどのデータは昨年度2019年のデータだったんですが、もう少し最新の2020年の私のデータをご紹介しますと、今日は2020年9月29日で、今2020年が9ヶ月終わった時点で、私の注文住宅の契約件数は今18棟で、そのうち6棟が自己資金でした。私のお客様の3分の1は自己資金のお客様というふうになります。また住宅ローンを利用されたお客様でも3件が土地は自己資金でした。逆にほとんど住宅ローンを利用された方も5組いらっしゃいます。最近の傾向として、結構自己資金を多く出すお客様と、できるだけ住宅ローンを借りたいってお客様に分かれているというふうに言えると思います。今度は住宅を取得する際の頭金ありとなしの場合のメリットデメリットを見ていきましょう。まず頭金ありの場合のメリットは、毎月の返済額が頭金なしの場合よりも金額が少ないということが言えます。また
返済期間も短く組むことができます。そして大きなポイントとして住宅ローンの審査が通りやすいということも言えます。また頭金を入れることによって住宅ローンの金利が優遇されたり住宅ローンの諸費用が優遇される場合もあります。これは金融機関によって違うので銀行によっては頭金ありなしでも優遇が全く変わらないことも多いです。頭金ありのデメリットとしては貯金が減ることによってさらに住宅購入後に収入が減ってしまえばダイレクトに家計に影響が出てしまうことも考えれます。その他のデメリットとしては今住宅ローンの金利は 1% 以下という場合が多くかなり低金利で例えば頭金を支払ってしまって手元の資金がないことによって高いクレジットの金利でお金を借りたりまた車のローンも住宅ローンよりもかなり高い金利なのでどうせなら住宅ローンで安い金利で借りておいてクレジットや車のローンは利用せずに現金で支払っていく方が実際はお得です。その他に注文住宅でよくありがちなケースとしては住宅を契約する前に必要な費用をあんまり正確に教えてもらえずに工事中に金額がどんどん上がってしまって途中から地盤改良工事や外構工事カーテンやエアコンや照明器具など後ろの方に必要になってくるお金が足りなくなってしまって結局は高い金利で借りてしまわないとうまく計画が進まないことも考えれます。これは契約前にしっかり必要な費用を聞けばトラブルを防ぐことができるので契約前は必要な費用は必ず確認してから契約した方がいいと思います。次に頭金なしの場合のメリットデメリットをご紹介します。まず頭金なしの場合のメリットとしては入居してから10年間は住宅ローン控除を利用できるのでそのメリットは大きいです。また頭金を貯まるまで待つのではなくすぐ気に入った物件が買えるっていうメリットもあります。頭金が貯まるまで待ってたらせっかくの好条件の物件を他の人が購入してしまう可能性もあります。あと実際は家賃を払いながら貯蓄をするのにかなり時間がかかってしまって結局頭金を用意すると住宅ローンを開始する年齢がかなり遅くなってしまって結局老後まで住宅ローンが長く残ってしまうということも考えれます。そして私が一番大きいメリットとして感じるのは貯蓄の現金を手元に置いておくことによって不慮のトラブルや事故や病気など急に突発的に現金が必要になるときに対応できるっていうのは大きなポイントだと思います。そして頭金なしのデメリットとしては多く借りる必要があるので総返済額が増えてしまうということが言えます。他には借りる銀行によっては自己資金が少ないことによって金利が高くなったり住宅ローンの諸費用が多くなってしまう場合が考えられます。そもそも自己資金が少ないことによって住宅ローンが通りにくいっていうことも考えられます。また住宅を手放すことになったときに購入した金額よりも返済期間中に住宅の価格が下落して住宅ローンの残債が住宅の時価額を超えた場合は元本割れしてしまって売却した後も住宅ローンが残ってしまうということも考えられます。今度は頭金ゼロでも全く問題ない人をご紹介します。まずは金融機関公認の返済能力がある人は全く問題ないと言えます。借りる人の年収に対して年間返済率が何割かを示す返済負担率がチェックされます。その際は自動車ローンやクレジットカードのキャッシング枠も対象となります。金融機関が年収から見て返済負担率が全く問題ない場合は頭金ゼロでも問題ないと思います。次に6ヶ月から1年分の貯蓄がある人も問題ないと言えます。不動産購入後に手元に貯蓄がゼロになってしまうと高額の消費が発生した時や突然の病気などの出費に備えることができません。貯蓄がゼロでも住宅ローンは組めますが貯蓄がゼロではかなり危険だと言えます。他には資産運用がうまい方は頭金ゼロでも問題ないと思います。住宅ローンの金利は 1% 以下という場合が多いんですけど
今資産運用すると 1% 以上の資産運用も十分あります。ただ資産運用はリスクが伴うので、そこは注意した方がいいと思います。最後に、現在のコロナ禍で頭金ありと頭金なし、どちらがおすすめなのか、私の見解をご紹介します。これはあくまでも私の見解ということでお聞きください。私自身は、住宅ローンの返済負担率が問題ないんであれば、超低金利の今の住宅ローンだと頭金を手元に置いた方が生活が安定するというふうに考えます。万が一突発的にお金が必要になった時に、高い金利でお金を借りる方が結局は生活が安定しにくいというふうに考えています。他にも、万が一残業が減ってしまって所得が減ったり、リストラで住宅ローンが払えなくなってしまった時は、別の動画でご紹介した住宅ローンのコロナ特例が年内に法改正されそうなので、その制度を使って住宅ローンを減免してもらうっていうのが一番得策というふうに考えます。無理して多く住宅ローンを借りる必要はないですが、現在の返済負担率の中で借りれるんであれば、頭金は使わずにできるだけその分住宅ローンを借りた方が今は私自身はおすすめだと思います。今回は住宅ローンを組むときに、頭金ありと頭金なし、どちらがおすすめなのかご紹介しました。また住まいづくりにお役に立つような情報をこのチャンネルで発信していきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。